はい、みんなこんな家に住めばいいのにって思いますよね。本当にいるだけで心地いいです。あ、本当ですか、ね、本当に作っていただいて本当空気きれいし、生活臭もないです。ないですか。全くないです。本当に本当にないです。全然違う。いや、なんかもううちはほらいろいろもしね、なんかもういろいろも置いてるし、うん、そういや、そう、いやいや、もう全然本当にないです。本当どこにいても気持ちいいですからね。なんかしょっちゅう子供たちはこうビラーってこういう感じ。気持ちいいですよね。本当帰りたくなるお家ですね。あ、そうですか、うんうん、ね、空気がすごい新鮮だから。なんかでも、いや本当あのソファーの向こうテレビの右側のあの壁は一回お茶こぼしたんでビャーって飛んでたんですよ。そうなんですか。え、全然わからない。でももうないんですよ。消えるならもういっかみたいな。そこの梅雨時期は本当助かりますね、洗濯物も。あ、そうか、そうですね。日々毎日干せばいい、うん、毎日きちんと乾く。私も仕事し始めたからちょっと遠いんですよ。電車で行ってるんですけど。あ、そうなんですか。だから結構そのスケジュールとしては朝結構早い時だと7時8分の電車とかに乗るんですよ。早いですね。早いですね。結構早いですね。早い。結構朝じゃもう時間がないって感じ。もうそんな外に洗濯物干してね、もう雨降ってたりとかね、確かにそうですね。もう本当考えられないです。そんな。でもずっとね、うん、天気予報聞いてたら雨降るから早く払ってずっとみたいな。もう無理、絶対無理、そんなに。